ゴミでか。おお、ベッド。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はママと二人旅で、先ほどサンリオピューロランドにいました。いやもう本当に可愛かったです。あ、ちなみにそのサンリオピューロランドの動画も上がってますので、よかったらそちらの方を見てからこっちに戻ってきてくれると嬉ピヨって感じです。で、ピューロ行き終わってご飯食べてホテルに来ました。今日はこのホテルの過ごし方をやりたいと思います。今日から明日のチェックアウトまでの時間まで撮ろうと思います。ってことは寝起きを撮られるってこと？そうだね。それでは続けていってきましょう。今の時間は21時26分。はい、着いたんで、うん、お菓子パーティーしよう。はい、早くない？お風呂入ってからじゃなくていいの？いや、お風呂入ってから眠くなっちゃう。ダメ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 。その前にルームツアーします。もうさっきスリッパってから持ってきて靴履くのめんどくさい。あ、スリッパあった？うん、あ、見て見て、みんな靴下クロミちゃんなの。ママ脱いで、はい、マイメロちゃん貸しました。はい、マイメロちゃんとクロミちゃんでした。はい、はい、今からルームツアーします。はい、ここから入ってきましたね。ガチャ。まあここに靴とかね、お洋服とか置けます。トコトコトコって歩くと、こっち側に巨大な鏡がいますね。お家に欲しいですね。で、後ろトコトコトコって向くと、こちらはお風呂とトイレだ。どこかな、便器。ここだね。こんな感じです。で、クシとカミソリと歯ブラシとドライヤーが置いてあります。いいですね。で、ここからトコトコトコってあるとベッドがあります。2つベッド。私今日こっちで、ママがこっちです。で、これは何でしょうか？よくわからないですね。ベッドライトって何でしょうか？おお、すごい。見て、上ついた。撮影しやす。こっちもつけられますね。おお、明るい明るい。これは足元。おお、ついた。これはどこ？ここ。あ、入り口が消えました。はい、で、トコトコトコと歩きますとテレビがありますね。はい、イエーイって感じなんですけど、で、これなんか作れます。で、なんかティーポットみたいなのと電話と、また、ここに鏡が、イエーイ。で、今ちょっと荷物置いてるんですけど、椅子があります。ここで髪の毛やりましょうかね。引き出しついてる。おお、すごいね。よくわかんないですけど。で、下に冷蔵庫があります。あと、ゴミ箱もありますね。あ、ちなみにこちら先ほど下でいただきましたシャンプーとかです。 あとコーヒー無料で飲めるそうです。すごいですね。はい、こんな感じです。見て見て。はい、じゃーん。これ飲み物とお菓子。買いすぎじゃない？いや、でも、うん、さっき買ったやつじゃないやつも入ってる。ああ、朝行くときに買ったお菓子たちもいる。うんうんうん。見て、買ってもらったのママに。可愛くない？機械注射。で、見て、これ上楽だからズボンだけ履いちゃおうって、ね。で、紹介していいですか？買ったものですか？はい、はい、ポン、うん、ビーフ、ポリッピー、揚げ餅。これは朝買ったやつ、うん。イカソメン、チョコケーキ。これも朝買ったやつだね。ね、バタースコッチ。これも朝買ってます。かけるチーズ、サラミ。サラミね。で、飲み物いきます。はい、麦茶。あ、ちょっと多めに買ったのね、うん。カルピスソーダ、コーヒー、うん、さっきさらりとした梅酒をちょっと。ママ用です。はい、はい、何買ったのね。ママ、ん、何やってんの。テンション上がってんの。そうか、見て見て。どれ並べたの？並べたの、うん、パジャマでしょ。これ髪の毛やるやつとかでしょ、うんうん、これはなんかお顔のやつ、なんか
化粧落としとか、うんうんうん、でこれパック、うん、アイマスク、いいね、すごいじゃん、早くお菓子、うん、お風呂入ってから、じゃあちょっとほらシャワー浴びちゃおう、はい、はい、じゃあやっぱ疲れたのでお湯に浸かります。じゃあまずはメイク落とします。前髪を取るな。今日は涙袋をしっかりと描いてきたので目の下がキラッキラですね。落とします。 OK、 はい、お風呂に入ってきます。見て、これお友達からもらった入浴剤、いいね、入れます。はい、いくよ、はい、せーの、うわー、うわー、よし、取れた、はい、かわいい、かわいい、マイメロちゃんだ。今日私が入ります。はい、じゃあね、バイバイ。お風呂出ました。あ、熱い、熱い、熱い。とりあえず今カサカサなので化粧水つけます。いきます。ママやって、シュシュシュッと。いくよ、いくよ。嘘、いくよ、マジで。はい、せーの。そう、とりあえず飲み物を飲んで少し経ったらパックします。はい、エリップスをつけます。足が痛い。青いね。 OK、 濡れました。お菓子パーティー開始いたします。あ、見て、みんなコップ持ってきたよ。入れよう、入れよう。洗ってくるね。朝買ったミツアサイダーが残ってたので私最初ミツアサイダー飲みます。そう、乾杯。うまっ、ミツアサイダー久々飲んだ。酔っ払っちゃうかもしれない。私久々この夜編集もなくゆっくりお酒なんて。パパごめんね。なんかカチカチやってんじゃない、マジやってる。じゃあお菓子食べよう。イエーイ、じゃじゃーん。はい、とりあえず一回出したのね。シャラミ先食べた。シャラミどうぞ。カルパスには塩、見てこの塩可愛くない。ピューロで買っちゃいました。はい、どうぞ。ちょっとね。うまっ、うまっ、うん、よかった。サンリオはさ、どうでしたか。楽しかった、うん。またつけてきた。髪乾いてないのに。長期に行ってるじゃん。だから友達とはさ、よく行ってるじゃん。うん、また全然違うでしょ、ママと行くと。韓流グッズが一気に増えた。買ってもらえるって言ってね、ママと行くとね。美味しかった。早いね。歯に詰まった。パカーンいただきます。はい。なんかもうこんな時間にさ、食べるなんてね。11時24分。いやー、混ぜます。美味しいですね。そういえば明日ホテルゆっくりでいいんでしょ。あ、チェックアウト、そうそうそう、なんかね、12時までのね、までいられるっていうね、プランで予約したの。めっちゃいいじゃん。ね、ゆっくりできるね。うん、うん、明日行きたいところさ、今から決めよう。あ、そうだね。今ちょっとネットで調べます。あー、じゃあ。で、明治なんだよね、片手でこうやってめくるの、こうやって。で、こうやって。あ、それで食べてるの。こうやって食べてる。疲れちゃったんだね。きっと。疲れちゃったね。うん。もう眠いね。うん。てかね、ママパックやっちゃった。じゃあもう歯磨きして寝なのって、うん、ね。チーズです。ぐっすりです。疲れたよね。ママも寝ようと思います。おやすみなさい。あ、いい天気。あちゃん、おはよう。朝だよ。あちゃん、朝だよ。8時40分です。おはよう。ウケる。
起きました。おはようございます。おはようございます、はい、おはようございます。はい、用意していくよ。おはようございます。やっと起きた。今顔も洗ってきました。準備します。まだ寝ぼけてますか？うん、ぼーっとしてる。マサマスクつけよう。ママ、ん？今日もピール行きたい。今日は行かないよ。ママ1分数えて。はい、はい、なりましたよ、1分。じゃあ急いでメイクします。で、磁石でピンがついてきた。磁石になってるんだ、そっか。ね、あ、じゃあ今日はさ、うん、どこに行きたいですか？アウトレット。アウトレットね。アウトレットにやってから帰りましょうね。うん、歌舞伎みたいになった。ほんとだ。じゃあちょっと急ぎ気味でやっちゃいますね。はい、メイク終わりました。じゃあね、今から髪の毛あるんですけど、髪の毛ママにやってもらいます。まっすぐにしてください。前髪は自分でやってね。それはそのチームです。はい、わかりました。はい、用意ができたので朝ごはん食べに行ってきます。どこに行くのかしら、朝ごはんは。マック、ね、近くにあったのね、うん、じゃ行きましょうか。はい、お外に出てきました。うん、寒くない？うん、うん、あ、水戸がある。あ、水戸もあるんだ。あ、だってさ、駅前だもんね。ここ駅なんですよね。朝マックです。行きましょう。はい、行きましょう。来ました。こちらハッピーセット。ハッピーセットの一番ケーキだよね。なんか2個もらいました。はい、食べてください。いただきます。はい、ハッシュドポテト先に食べます。どうだ。うん、うん、うん、美味しい。うん、よかった。いただきますよ。どうぞ。朝やっぱりさ、チェックアウトが12時だからさ、うん、すごいゆっくりできていいね。あっち側の席がなんかすごい透明になってて見えるのよ。あ、ま、窓がね、あるのね。そう、あるから、うん、そういうところでこうやってやりながら、今日はデートみたいな。彼氏とデート。じゃあいつかそういう動画撮れるといいね。彼氏デート、うん、一生どうできなそう。そして理解のある彼氏ができるといいね。うん、じゃじゃん、おいしそう。顔隠しよう。おいしそう。いただきます。今ね、ママが食べ出したの。まずね、はみ出てるチーズを青に取られまして、でしまいにはね、これ何って、まあ、これ何、卵なんだけど、ベタベタ触るの。もう、まあ、除菌で拭いたからいいけどさ、手やめてください、食べ物を触るのは。いくらママのでも。よいしょ。どう？もう美味しいんだよ、こういうの頼んでみれば。食べきれないね、青ちゃん、絶対。朝は無理。これね、青ちゃんさ、はい、このケーキ。昨日の夜も食べなかった。そうだよ、女子だから。あ、そうか、女子なんで。豪快だ。うまい。うまい？よかった。ごちそうさまでした。じゃあまたホテル戻ります。はい、帰りたくないよ。やった、帰りたい。帰りますよ、もう。一緒服に入ってる。楽しかったの？よかった。ホテルの時間が終わってしまいました。楽しかったです。今回のホテルの過ごし方はこんな感じでした。どうでしたでしょうか？てか、寝起き撮られてた？ええ、撮りました。記憶ないんですよ。寝起きも撮ったし、うん、寝てるとこも撮りました。最悪だわ。うん、また旅行とかに行けたらホテルの過ごし方とか撮ろうと思いますので、まあ、楽しみに待ってていただけると嬉しいです。一番楽しみなのはおっちゃんでしょ。もう一回旅行行きたいなって思ってるでしょ。うん。
今度パパと二人で行こうかな。あ、いいね、それもね。ピューロパパ。パパピューロで履いて。何、カッチシャつけんの？クロミちゃんの。面白いね。キテちゃんでもいいよ。ということで帰ります。それじゃあまたね、バイバーイ。じゃあまた、バイバイホテル。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。